桜安彦日本のコピーライター、プランナー、クリエイティブディレクター。足利市出身。栃木県足利市に生まれる。21歳の頃、中畑隆氏と出会う。リクルート、マドラコミュニケーションズ、SUNAD、博報堂 C&D、博報堂を経て、中畑隆氏と共に、中畑設立に参加。現在に至る。1991年に、広告批評掲載の明治屋シリーズ広告で東京コピーライターズクラブ新人賞を受賞。その後、同クラブの審査委員長賞、クラブ賞、グランプリを受賞。SUNAD時代に携わった仕事に、サントリー、ザ・カクテルバー、グンジェ、ボディワイルド、資生堂、ダフィ、UV ホワイト、トヨタ自動車、アレックス、レナウン、ラフォーレ原宿、ギャガ、フジテレビ、ホンダ技研工業、明治製菓、ロッテ、武田薬品工業、JR 東海などのキャンペーンを担当。また、河村隆一氏プロデュースのユニット、Say a Little Prayerの全メガボルトやエレファントカシマシのプロモーションなども手掛ける。他に、真心ブラザーズ、別れの歌三部作の全メガボルト、その楽曲のためのショートフィルム、マイネームイズ真心を長瀬正敏主演で、企画制作を担当。またSUNADのプロダクトレーベル、ロック、ペーパー、シザーズの立ち上げなど、広告以外の幅広い分野のクリエイティブを手掛ける。博報堂 C&D 時代には、日清食品グループの企業スローガン、美味しいのその先へ、を開発。他にソニーインタラクティブエンタテインメント、プレイステーション3のローンチムービー、リクルート、卒オメキャンペーンなども立ち上げた。博報堂へ転籍後には、トヨタ自動車、ベリファイアのキャンペーンなどを担当。2008年8月には、中畑隆氏と共に電通との共同出資で、設立されたプランニングブティック、中畑に参加。大正製薬、リクルート、リクナビ、リクルートエージェント、アデランスヘアクラブ、ジャパンゲートウェイ。メルサボンシリーズやレベルを手掛ける。他に、日本グッドイヤー、赤城乳業、厚生コスメポート、ジョンソン&ジョンソン、アキュビュー、味の素の企業広告シリーズ、ゆうちょ銀行、資生堂、マキアージュと、そのスピンオフムービーで、二階堂ふみ、星野源主演のスノービューティーや、パーソルグループの企業タグライン、働いて、笑おう、などを担当。また、2019年12月公開の松竹、男はつらいよ50を帰り寅さんやスキマスイッチ、青春のメガボルトなども手掛けている。共著、寄稿、インタビューなどに、コピーバイブル、新約コピーバイブル、買い告げ、始まりの歌、SUNAD at WORKS、コピーライターほぼ全紙などがある。TCC 新人賞、審査委員長賞、クラブ賞、グランプリ、ACC 賞。東京 ADC 賞、NY、ADC、NY フェスティバルブロンズなど受賞多数。多くの広告セミナーなどの講師や広告賞の審査委員なども行っている。ありがとうございます。